はい、ね、本日はね、250TR に使ってた、バックミラーっていうんですかね、サイドミラーですね、サイドミラーが今まで、8ミリのやつにこのエクステンションをつけて10ミリにして使ってたんですね。結構ね、これがそれなんですけど、8ミリのやつなんですけど、この形がね結構気に入ってて、ただこのエクステンションが、ね、どうもかっこ悪くて、でこの部分伸びて上に上がる感じなんで、ちょっとねバランスが良くないっていうか、ずっと気になったんですね。で今日たまたまバイクの中古パーツ屋さん、アップガレージっていうところなんですけど、行ったらこういうねミラーが100円で売ってたんですよ。で、こういうクランプでハンドルに直接つけるタイプなんですよね。ここに穴が入ってこういう感じで、でこれが気に入らないんで、なんかもっこりっていうか、なんかもんよりしてるというかね、ちょっと厚みがあって、これとこれを入れ替えてみようと思います。で実際もう1個は作って出来上がってるんで、まあ同じ手順でやっていこうと思います。でこのねミラー外すのに、なんかちょっとかしめられてるっていうか、こう圧着されてるっぽいんで、このゴムがね、で古くてこのゴムが結構カチカチなんで、ちょっとこれお湯に入れて温めます。じゃあ温めてる間こっち側をバラしますね。こっち側もう別に割れてもいいんで、結構雑にいきます。ゴムとガラスの隙間にちっちゃいねマイナスドライバー突っ込んでいく感じですね。割れるんで気をつけてください。これはもう別にガラスは使わないんで。この辺の部品とかを使います。こっち側ねちょっと熱いですね。ちょっと手袋した方がいいぐらいまで熱くして温めました。でこの間にマイナスドライバー入れて、今回は慎重にやっていきます。イメージは縁ゴムとガラスを剥がしていく感じなんでしょうけど、ちょっと怖いですね。でもさっきのやつよりはまだガラスが、こいつは分厚い感じはしますけど、ちょっと慎重にやっていきます。まあ、このミラーも同じところで100円で買った、多分なんかの純正のスクーターかなんかの純正のミラーだとは思うんですけどね、結構形が気に入ってて、
結構ね、こんなミラーとかでもね、その実際に見ないとなんかこうネットで買いにくいんですよね、サイズ感というか、なんかどういうその自分がまたがった時にどういう風に見えるかっていうのがね、わかんないんで、結構これがすごい形的には気に入ってるんで、なんとかねいい感じの状態になったらいいんですけどね。よいしょ。結構怖いですね。さっき割っちゃったんで特にね。お、来た来た来た。はい、綺麗に外れました。よいしょ。これなんかこういう感じでゴムがかぶさってるだけですね。で、こいつと、あ、こいつをこれに付け替えます。これはネジじゃなくて普通のボルトですね。ネジをちょっと移植します。こっち側がオスやったんで、よし、こっちはメスですね。よし、
これももともとなんていうかな、こっち側についてたやつじゃなくてこの細い方についてたやつを使いました。これでいい感じですね。結構硬くて、あとこれをガラスつけた方がいいですね。ちょっとガラス汚いんで磨きます。綺麗にパコッとはまりました。これでいけるんでしょうね。よし。あとはまあバイクにハンドルに通してこれを固定すれば出来上がりなんですけどね。いい感じでできました。一応装着してみたんですけどね、こんな感じでクランプして、で一本のねこのステーでこう固定する感じで結構かっこいいですね。お気に入ってます。ミラーはね前のお気に入りのやつにやつと一緒なんでいいんですけど、ちょっとね乗ってきたんですけど、やっぱちょっと右側だけミラーっていうのはちょっと怖いっていうか、やっぱりね安全的に良くないと思うんで、さっきね組み立てたもう一個つけようかなと思うんですけどね、ちょっとねこれするとちょっと賑やかになりすぎかなとちょっと迷ってますね。ちょっと今からちょっとつけてみます。左右装着してみたんですけどね、まあそこまでは悪くないかなって感じですね。ちょっとやっぱりこの辺がごちゃごちゃしてるんでうるさい感じがしますね。この取り付け位置をもうちょっとずらすか、まあこれをカットするかして、またちょっとねバランス取ってやっていこうと思います。やっぱりね左右にミラーがあった方が走りやすいんでね、特に街中とかね。ちょっとね課題が残るというか、思ったよりはすっきりしない感じですね。本日のご視聴ありがとうございました。